花尾義郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾義郎でございます。1週間ご無沙汰いたしました。今日でですね、今年最後の番組ということになりましょうか。おなじみですね、高橋誠さん、どうもこんにちは。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今年もありがとうございました。ありがとうございました。もう誠さんのおかげです。何もう定着しましたね、そのヘアスタイルね。そうですね、もう、ね、もう全然なんかね、違和感がなくなってましたね。ないよねすごいね、なんかね、うん、でもう T シャツだし、はい、ね、よろしくお願いいたしま す。松下俊美さん、はい、よろしくお願いします。はい、いかがでしたか、この1年ね。あの、いろいろありましたけども、まあ早かったですよね。あっという間のね、1年でしたよね。で、ということで、もう来年はですね、はい、10年目になるということになりましょう。10年目、イエイ、おお、10周年、10周年ということですね。今日はね、お友達もたくさん来てくれました。まずね、金子くん紹介しましょう。金子さんはね、はい、僕のこの CM のジングルとか作ってくれてます。普段はドラマーですね、はい、こんにちは、どうも、よろしくお願いします、します、金子です、ね。ということでね、あと岩瀬さん、はい、お誕生日だったよね。あ、ありがとうございます。ちょっと遅ればせながら、差し入れ持ってきました。いやいや、どら焼きではなく、どら焼きです。どら焼き、文明堂じゃないですか、それ、ね。あ、文明堂といえばね、僕の友達のあれだよね、奥さんが文明堂のマジ、いや、その娘さんのねと結婚したね。そう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 、すごいじゃん。すごい話。今日はね、でアトランタからです。アトランタじゃない、サンフランシスコからですね。はい、大山空手、師範の、たけし斉藤さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。それでちょっとね、病気でね、寝込んでたというか、具合悪くした、チャーリー佐藤さん、どうも。こんにちは。よろしくお願いいたします。いろいろあった、佐藤さん。ね、散々の一年挟んだ。本当。まあ、ちょっと後でいろいろ話聞きましょう。ということでね、今日はスペシャルなゲストをご紹介しましょう。はい、私もですね、今日初めてお会いします。森かおるさんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。その赤が光ってますよね、このね。ピカピカでしょ、ね、はい、いや、すごいわざわざ着替えましたから。やっぱりそのこのね、スケジュールを見てもびっくりしますけれども、はい、びっくりですよ、このこんだけ日本中を回っていらっしゃるというね。毎日ですね。毎日ですよ、毎日1日2回っていうのがありますからね。2回、すごい、すごいですね。ね、薄利多売ライブです、ね。はい、今回は、どこから始まったんですか。思えば、思えば一応の区切りは、はい、先月の13日ですかね、うん、大阪から始まって、はい、あ、そうですか、はい、九州ぐるっと回って一旦戻りつつの、うん、すぐに関東方面、長野から入って、うんうん、青森県まで行って、で、はいはい、で帰り道がここです。なるほどね、はい、すごいな、これね、これは、はい、あれですか、ちょっときついなとか思うことはあんまりないですか。これきついな思う日はお客さん入らない日だけですね。なるほどね、うん、歌うのは楽しんで、うん、あ、全然、なるほどね、うん、オスロブルースって、ね、すごいよね、すごい、うん、それでこの間もね、はい、どこだっけ、須賀川、須賀川のね、ぷかぷかにね、僕らもよくお邪魔しますけどもね、はい、行ってらしたんですけどもね、はい、温泉とか行きました。温泉行きました。毎日のように行ってます、ね、はい、僕も風呂が大好きでね、はい、あれが一番いいですね。そうですね、旅回り覚えて、うん、今年からよく車で回ることが増えて、僕は運転しないんですけど、うん、パートナーが運転してくれて、うん、そうすると、うん、やっぱ寄りたくなりますね、温泉ね。で、一回寄って、それからライブやってると調子がいいというか、ちょっと気持ち楽になるから、そうですね、癖になってきますね。まず温泉どこにあるか出発前に調べて。
なるほどね、はい、今日はね生ギターをね持ってきて、いただきましたけども、なんかねあのやってみますかね、早速。あ、早速ですか。高橋誠さんと今日お会いするの初めてです、ね、はい、初、はい、めまして、ね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。していいなこれ。なんか行きますか。はい、行きます。はい、はい、何からやりましょう。あ、じゃあ本当に生きるための歌というのね。あ、これね僕ね、はい、あのこれを聞いてね、うん、ちょっと感動してですね、すぐ電話したんですよ。電話ってことが電話もしてる。今電話でね、その歌からいきますか。生きるための歌。空が晴れたら嬉しくて、雨が降ったら嬉しくて、曇った日には明日を夢見る。ただ生きてくために生きてきた。ただ生きてくために生きてきた。嘘ついても生きてきた。人を出し抜いても生きてきた。女泣かしても生きてきた。ただ生きてくために生きてきた。ただ生きてくために生きてきた。女よ泣くな泣くな女よ、そのうちすべてがわかるだろう。子供よ泣くな泣くな子供よ、俺が死んでもお前たちは生きてゆく。誰のためでもないんだろう、お前のためでもないんだろう、まして自分のためじゃなし。ただ生きてくために生きてきた。ただ生きてくために生きてきた。ただ生きてくために生きてきた。空が晴れたら嬉しくて、雨が降ったら嬉しくて、空が晴れたら嬉しくて、雨が降ったら嬉しくて。
い、ねえ、これ初めてやった感じはしないんじゃないですか。もうこのままね、あのレコーディングできるみたいなね。ね、これまあ高橋真子さんね、ニヤニヤしながらもうまいですよやっぱりね。ニコニコして、あ、失礼しました。ニコニコ、ね、いやね、やっぱこういうのですぐね、いい感じで ね、その場でね。素敵な歌声で、嬉しい。そうだから。今初めてね、高橋さんも聞いたわけだよね、まこちゃん、僕もね、そうですね、全体はね、実際はね、全体ね、もう、はい、でもその中でこう感動がこうだんだんこう伝わってくるという ね、やっぱり深い歌だなとか思いますけどもね、こういう、これ、まあ、はい、愛の歌よ、溶けてゆけ。溶けてゆけっていうね、はい、これ、来年のですね、はい、これ、2018年のツアー、ポスター。はいはいはい、これなんか映画のポスターみたいじゃないですか。でしょ。ね、坂本龍馬みたいなね、うん、あ、素晴らしいですけどもね、本当にね、これ1月から3月までありますけども、はい、これね、愛知県、岐阜県、三重県あたりの、うん、自分のこう行ける、この日帰りで行ける範囲でという、一応縛りでね。まあ、あ、そう、もともと愛知県のにお住まいなんですよね。はい、そうですね、名古屋に住んでます。そうですね、はい、ね、なるほど。それでね、まあ、金子くんとかがね、いや、ちょっと紹介したい人がいるんだけどって、うん、どういう人なのって、うん、顔見たら怖くてね。おっさんですよね。お前、お前怖いよな、お前、みたいなね。うん、いや、でも、すごいね、もう会う前から分かるんだよね、うん、歌聞くと。そうですか。そうですよ。大体顔見たら歌がこの人どれぐらい上手いかってもう、俺も長く歌ってるから、わかります顔見たら。顔で。うん。顔でわかる。うん。声質までわかるから顔でね。いや、素晴らしい、森かおるさんですけどもですね。ありがとうございます。今日はなんか、ファックスも来てますね。来てるんですか。早速、松下としみさんの方からですね、はい、ご紹介していただきますか。はい。はい。どれから行きます。先週なんか届いてなかった美樹さん。美樹さん届いてます、うん、今日発見しました。今日発見したっていうか、はい、これ今日の日付になってるよね。いや22日になってました。あ、本当。11時55分、はい、本当。これ、ね、履歴があるんでね、うん、それなんでそういう風になったの。これあのざっくり言うと、うん、国家独唱いかがでしたかって、うん、あ、国家独唱をこの間したのプロレスで見ました。いや、もう、はい、うん、動画最高だった、うん、そんなこと書いてます。はい、そんだけかよみたいな。今日ソソさんのね、ソソさんからいただきました。ドキドキ。これはね、須賀川ですね。はい、はいはい。吉郎さん、誠さん、としみさん、そして山田さん、キキさん、こんにちは。いつも楽しみに拝聴拝見しております。はい、本年最後の音楽魂なのでメールしました。うん、はいはいはい。先月のブルームードでのバースデーライブ、あ、ありがとうございます。須賀川からね来てくれたんですよね、わざわざね。なんかポッと行っちゃうみたいですね、あそこの二人ね。そうなんですよね。素敵ですね、うんうん。いつものファンの皆様や清水さん、田崎さんのお母様にもお会いでき、嬉しい限りでした。うんうんうん、今年は私どもの10周年や、としみさんの歴イベントなど、還暦、うん、楽しませていただきありがとうございました。はい、本年は、来年は音楽魂も10年目ということで、はい、良い年になりそうですね。10年目ということで。そうですね。なんかイベントあります。うん、特別ないですね。あ、そう。そんなことない。ありますよ。うん、武道館っていう話がある。武道館。私どもの金曜ライブも今日でちょうど555回目です。おー、すごいね。すごい。毎週金曜日ね、スカスカ、スカスカじゃない、またスカスカ、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 スカ側のプカプカだよね。そこは略しちゃまずい。はい、まずいね。555で新しい年を迎えることができそうです。素晴らしいよね。人が人を呼び、輪が広がり、笑顔が増える、そんな音楽つながり、いいものですね。本日のゲスト、森かおるさん、こんにちは。こんにちは。先日ありがとうございました。こちらこそ。かおるちゃんには欲張って4曲リクエストを送りました、うん、何、その中から何曲か歌ってください、うん、生きるための歌、うん、はい、今お届けしました、はい、平和の匂い、はい、ソン、わしの場所、はあ、よしろさん、まことさん、としみさんには、本年最後なので今一番、うん、歌いたい歌をお願いします、うん、はい、熱唱してください、はい、皆様良いお年を。そして来年も魂の音楽でありますように。アコースティックタウン、プカプカマスター&ソソさん、ありがとうございます。ありがとうございます。またね、お世話になると思います、ね、よろしくお願いいたします、ね、ということでね、まあ、いろんな、まあ、その震災後ね、
僕もお会いしたんですけども、やっぱりそのまあ、倒壊したところが、まあ、ね、そこが多くてね、スカ川のね、方は。で、半分ぐらいね、壊れてたじゃないですか。ああ、うちはね、最初行った時はそうでした、ね。そうですね。で、やっとね、今ね、その裏が新築されたみたいなね、ことでね、いろんな問題もあるんですけども、ああやってその、町の人たちが集まってその歌を歌ってね、うん、元気になっていくっていう姿がね、素晴らしいですよね、うん、素晴らしいですね、本当に。うん、だから僕はなんかもう行って歌うしかないので、そういうことで、まあ、たまにね行かせていただくんですけども、はい、やっぱり地元の方たちと一緒にね、はいはい、やるとかね、うん、そういうことがいいと思って、うん、たんですよね、はい、だから同じステージの緊張感を味わうとかね、うんうんうん、そういうのあるじゃないですか、うんうん、だからその時の気持ちがどうのこうのじゃなくて、はい、共にこう歌うとね、5年6年経ってくると、はい、本音が聞けるんですよね、そこ、はいはいはい、そういう部分ではね、すごくいいお付き合いさせてもらってますよね、はい、いや、長く付き合うのは大事だなってね、うん、そうですよね、思いますね、ね、まあ、うん、僕はいい加減なもんでね、はい、いつ離れられるか分かんないけどもね、僕友達が少ないからね、基本的に。あ、それ一緒です。それ一緒なんだ。で、他に誰かいらっしゃいますか。あ、続けて、続けていきましょうか。ミキさん、はい、皆さんこんにちは。ミキさんの今日のやつね、博多のね、はい、うん、先週の放送の日が冬至でしたね、うん、だんだん日が長くなるのはワクワクして嬉しいもんです、うん、ゲストの森かおるさん、はじめまして、ようこそ。はじめまして、うん、はい、動画を拝見しましたが、うん、心が温まる素敵な音楽をくださる方ですね。アンポンミュージックっていう言い方も個人的に大好きです。ありがとう。今日はお三方との素敵な時間を楽しんでくださいね。はい、さて、いよいよ年末ですね。本当にいろいろあった平成29年ですが、皆さん、ま、どんな思い出がありそう、残りそうですか。うん、うん、うん、おいらは個人的には、はい、今まで一番体がおかしくなりましたが、うん、なんとか今生きてるのでよしとしたいし、うん、何よりカナオさんの久しぶりの博多凱旋のライブをなんとプロデュースする側でお手伝いできたことですね。まあ、これは多分一生もの思い出でしょうけど、そう、書いてますよ。そう、司会をしてもらったんですね、司会進行をね。博多にミキ君って言っていて。あ、男性ですか。そうなんですよ、男性でね、大柄な男性、ちょっとプロレスラーみたいな感じでね。そういう、まあ、音楽すごく詳しくて、で、いろんな方をね、博多、はい、出身のミュージシャンだけじゃなくて、博多にこうツアー来る方とかを、はい、僕、紹介してもらってるんですよ。あ、そうですか。それで彼の情報とか、いろいろあれしてね、はい、ゲストに迎えたりとかっていうこともあるんですね。はい、あ、だから、まあ、ライブ行ったりね、されるときはね、いろんな人、うん、まあ、そこのつながりがまたあればね、そうですね、いろんなね、お店もそうだし、うん、で、僕も離れてもう40年とか経ってるんで。もう、こちらの人ですね。いや、っていうか、まあ、ま、博多も変わってきてるじゃないですか。箱も、いろいろ、いろんな新しい箱が できたりしますよね。で、そういうのもね、いろいろご紹介いただいたりするんですけどね。うんうん、というね、ミキさんですけども、はい。はい、あの感激を皆さんと味わいたいって来年の以降の夢もできました。ああ、ライブね、うん、僕のね、博多のライブですね、うん、リクエスト森さん、うん、じわっとくる生きるための歌、あ、やっぱりこれだよね、うん、もういいし、うん、ポジティブな気持ちになれる、うん、美味しいご飯をありがとう、うん、いや、あ、それもあるんですか。あ、詩を見た、この間、あ、はい、ちょっとフェイスブックで見た、はい、面白いですね、あれもね、ダジャレの歌ですね。そうなんですか。はい、そうそうそう、結構面白いんだよね。叙事詩の形での壮大な叙情詩に感じたワルツも素敵だし、うん、選べませんので何でも OK です。うん、コアだ。どこまで聞いてるんですか、ね、すごく研究されますよ。そうそう、ね、だから結構ね、全部見てると思います。いわゆるその、まあ、川崎 FM って、はい、ね、まあ、コミュニティ FM じゃないですか、はい、だからそのエリアが狭いっちゃ狭いんですけども、うん、長く続けてるとね、あ、やっぱりね、はい、浸透してくるんですよ、はいはい、それがね、でもやっぱミュージシャンの方々に助けられたり、うん、あと、まあ、もちろんリスナーの方もそうだけども、すごくね、うん、僕はこの1年ね、
いろんなこう悲しい別れもありましたが、はい、みんなほら亡くなっていったりとか ね、もうね、もう増えてきて、うん、それもあったけども、やっぱり出会ったことがね、一番のなんかあの救いだし、それこそ国歌斉唱とかね、はい、生まれて初めてやらせてもらってね、あのなんかこうそういう経験もできましたしですね、うん、あのなんかねすごく来年に向けていいかなとか思う感じがしますよね。いいことですね。うん、いいことですね。まこさんいかがでしょうか。もう素晴らしいと思いますよ。冷めたこの一言でスッとね、もうこの思ってない、思ってない感じ。なんかねまるでね、もう俺猫見てるみたいな、まこちゃん。猫。猫って言うこと聞かないんだけど、一番いいところにいるんだよね場所。可愛いぞ、一番可愛がられるんだよね。かなおさん、年の最後にやっぱり風の中で立て。だけど何でも OK です。はい、ありがとうございます。最後に本当にこの番組のおかげで、うんうん、どんな時にも元気になれました。ありがとうございました。皆さんと、はい、そしてリスナーの皆さんと一緒に、うん、良いお年を迎えましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、実はね届きましたからもですね、はい、届きました、ということでですね、あの本日ゲスト森かおるさんですけども、うん、森かおるさんも、はい、そのミキさんじゃないけども、はい、僕女性かと思ってた最初。そうだよね。そう、あのね、あ、女性か、たまにはいいなとか思ったら、見たらもうこういう感じで。いやちょっと安心しましたけどね。あ、いやいや、もう言われ続けて60年ですからね。本名ですか。本名ですよ。あ、森の香り、すごくいい名前ですね。いい名前ですよね。なんか偶然みたいに別のことを考えてつけたようなんですけど、よくね森の香り言われますね。ね、バーまでできちゃってね最近ね。森の香り、森香るバーっていうのがね上野にありますよ。え、そうなんですか。そうそう、そんであのあれじゃないですか、ハイボールもさ、森香るハイボール、はい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 、あの森香るハイボールが出てから香るってつける商品名やたらに増えて、もうあ、これ俺んだ俺んだってね。なるほどね。もうあれですか、もともとシンガーソングライターっていうかバンドをやられてたりしたんですか。ね、まあ若い頃からバンドをやってた。あ、バンド、はい、そうなんですか、はい、バンドのボーカル、いやっていうかギタリストとかベーシストとか、そっちですね。歌なんか絶対上手じゃないと思ってたから。そうなんだ。そうなんですよ。それでいつからそういう風になったんですか。歌い始めはそのバンドの中途でこう少ない人数のバンドがやりたくなって、うん、というかその前に5人ぐらいのバンドをやってて、うん、その時に3人ボーカルって体制、うんうん、ザバンドってあったじゃないですか。あ、ザバンド、はいはいはい、ね、みんな歌うでしょ、はいはいはい、ああいう風がいいなって話になって、ーボーカリストを特別に立てずにやり始めたのがバンドで歌う最初で、まあその時も別にうまいとは思ってなくて、うん、なんか歌うのは楽しいなって思って歌ってただけで、それからいろいろこう社会人になって歌やめててずっと、で50になった時に、うん、突然こういうふうに、そうなんですか、はい、じゃあ10年、何年ぐらいやめてたんですか。ですからね、多分20年ぐらいご休憩ですね。なるほどね。ボーカリストはもう、はい、いや僕もそういう時期ありましたけど、10年ぐらいはね、はあ、うん、ありました。はあ、吉田よし子さんもね、まあ来、はい、来年、まあ、新曲新しい CD ができたんで、まあ、来てくれますけども、はい、まあ、何度もこの番組にねお越しいただいたんですけども、彼女もねやっぱりね、やっぱり何十年も歌わなかった時期あったんですよ。そう、みんなそういう経験があるんですね。うん、例えば女性だったらほら、はい、子供が生まれたりとかっていうこともありますし、うんうん、だからそういうのってね、こうやってこう聞かなきゃわからないんで、面白いんですこの番組は。自分で言いますけど、はい、いやこういう話なんか聞けないもんね。はい、うん、だから例えば、うん、キャロルとダウンタウンの中の当時の仲がの悪かったこととか、でも今一緒にバンドやってたりするじゃないですか。うん、じゃどんな感じでこう一緒にその当時、ね、うん、ライブをやってたのかとかね、うん、そういうお話も。それは面白いですね。面白いんですよ。それは面白いですね。そうそう。だからね、新井さんとか、まあ、内海さんとかね、今一緒に、ね、はい、やってますね。やってたりしますしね。うん、
面白い話をいろいろ聞けるんですけども、ということでね、森かおるさんですけども、どうしましょう、なんかいきますか、もう一曲。こう話ばっかりになっちゃうね、僕。はい、あの、まあ、あとで僕もリクエストも来てたんで、じゃあ、ちょっと楽しい曲をやりましょうね。はい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 。曲をね。プチかな。誰のリクエストだっけ、それ、ミキさんか。ソソさん。あ、ソソさん。ソソさん。あ、そうそう、妖精ソソさんね。ちょっとマイクセットしますね。デコラソン、ニコラとデコラは毎日一生懸命パンを焼いていたけれど、カブデソン、カブデソン、ニコラソン、カブデソン、カブデソン、デコラソン、競馬にハマって馬でソン、帰りにパチンコ玉でソン、まあまあパンは売れたけれど、狭い川崎じゃ噂が走る、そりゃソン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 、こりゃソン、なんて言ってる場合じゃない。パンコネロ、パンコネロ、パンコネロ、ネロ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 、パンコネロ、パンコネロ、パンコネロ、ネロ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 、じゃあ村はなんとか村、大宜味村ほかいろいろ知らん村、女村な美人村、読谷村、宜野座村、東村、国頭村じゃなくて、パンコネロ、パンコネロ、面白いな、盛り上がる ね、このパンコネロっていうね、パンコネロ、このソンっていうのもいいですよね。そうだ、それもかなりかなりね、言ってますね、言ってますよね、これ面白いな。うん、あの、いや絶対聞いた人面白いと思うよ、これね、面白いよね。最初真剣に聞いてた。
はい、俺も最初さ何言ってんだろうなと思って何みたいな森かおるさんですけどもね、いかがでしたでしょうか。皆様ね、本当にね、まだご存じない方もねいらっしゃるんで、はいはい、森かおるさんはこういう方だっていうねことの、はい、まあ、うん、10分の1ぐらいこの、うん、おそらくこの1時間の中ではね、ご紹介できると思います。やっぱり1時間じゃね足りないと思うんですね。それぞれ深い人を僕やっぱりゲストでお呼びしますんで、だからやっぱりまた来なきゃいけなくなるんですよ。来ますよ。楽しいし、ね、また、はい、ね、はい。だからやっぱりなんかそういう雰囲気をね、打ち合わせも何も しませんけど、はい、まあ、放送中にその雰囲気をこう、はいはい、持ってくるっていうのはね、僕しかできないんですよ。あ、本当に。いや、自分しかできない仕事をしないとやっぱダメなんですよね。さすがボーカリストですね。ということでね、金子くんもありがとうございます。ね、どうよ。いい、うん、素晴らしい。ね、素晴らしい。やっぱりこう、なんていうかな、楽器だから、もう全部こう叩くとか全部弾いてしまうとかっていうんじゃなくて、その空気を読み取るっていうね。そうですね。皆さん素晴らしい人は素晴らしいですよね、はい、うん、本当にね、いい友達がね、少ない中でもね、いい友達が少ない中でもね、いや、なかなかね、結構だから僕もこのね番組始めてから辛かったことっていうのは、はい、まず一番辛かったのは離婚ですね。僕そうそうそれぐらいに、うん、捨てられたんですけど。捨てられたの？いや、横浜を捨てた男とか言われてるけど、僕は捨てられた方なんですからね。いや、でもね、それはちょっと辛かったね。はっきり言って、もう正直なこと言いますと、はい、毎週歌うのが辛いんですよ。ヘラヘラ、あおって言いながら。でももう、ね。自分は一人ぼっちになってるわけじゃないですか、はい、それの時がね、立ち直るのちょっと時間かかったけど、はい、今はものすごく楽しい、はい、いろんな人にやっぱりおかげっていうかね、はい、このラジオで出会うじゃないですか、はい、そうするとね、すごくね、自分をもう一回取り戻せるというかね。だから例えば20年、はい、森さんも歌わなくて、そのまた今度歌うっていう時って勇気がいるじゃないですか。あんまり勇気いらなかったんですよ。本当ですか。まあ、別にこんなに、うん、こんなことになる予定ではなかったので、まあ、旅に出て歌うって言ったったそれだけの目的で、なんかそれで食べようとか、そういう気持ちはゼロ。まあ、なんとなくこういう流れになってきちゃっただけで、それ誰かプロデューサーみたいな方いらっしゃるんですか。いないです、いないです。自分で全部、自分の、こういう旅に関してはもう、はい、はい、素晴らしいですよね、うん、でもね、そのおいくつになられます今。60です。60若いね。63。それで赤いの。あ、そうですか。もう赤いのはもう通り越したから俺は。こうもうみんな通り越してました、うん、同じ年。あ、同じ年だから逆にめっちゃ勇気今いただきました。頑張ります。いやいやいや、あーねー、あ、それもあるんですね、赤っていうのは。あ、それの赤ですか。それの赤ですね。そういうことなんですね。はい。はははは。でも、すごい似合うよね。ね。どちらで売ってるんですか。これ、原宿ですよ。原宿の、こういう舞台衣装専門店。はははは。すごいね、そういうのね。そういうの、なんか、この間、どっかだっけ、アメリカのね、うん、ハープ奏者、ハープイストっていうか、はい、テックス中村、彼なんかもステージでは結構ちょっと、こう派手な感じで、はい、やっぱり常に向こうで、はい、まあ、やったりしてるじゃないですか、うん、でもこういうのってこう、うん、忍ばしとくっていうのはやっぱプロだよね。いやだからちょっと着替えちょこっと着替えてすぐこれになるっていう ね、うん、素晴らしいね。なんかこうこれが、あ、これ YouTube が一応ね、映像が来てるからでしょ、うん、そうそうそう、最近なんかもう全然気にしなくなっちゃったね。もうちょっとなんか気にしないとダメだね。うん、そうか、素晴らしいと思います。今日はね、森かおるさんゲストで来ていただいてますけどもですね、俺なんか歌うか、うん、なんか歌う、うん、これかな、しましょうか。あ、風の中で立って、うん、風の中で立って、ミキさんリクエスト来てましたかね、うん、それじゃあそれをお借りしてですね、はい、
やりますか。うん、あのマイク、あ、俺こう借りていいですか。はい、どうぞ。すいません、これ4本のマイクしかないんですけど、これをね、あっちやったりこっちやったり、あ、これそれください、こっちください、こっち、こっちくださいって、ラジオの方は何を意識してるかわからないと思いますけども、このね4本のマイクをね、あっちこっちやりながらこうやるっていう音楽魂でございます。やっとですね、本当に9年目も終わりましてですね、10年、来年から差し掛かりますけどもね、本当に皆様方のね、あのご支援というかね、あの応援によって、まあ、ゲストのミュージシャンも数え切れないですね、来た方がね、44、0ですね、0ですか今日はね2人でやるとき444でやってるんですけど、ね、あの幸せになるらしいですよ。そうですね、やってみてください。いや、高橋誠さん説明をやるとね元気になります、元気になりますか、じゃあ行きますか、風の中で立て、いつも通りさ、この街じゃ冷たい風が吹いていた。生まれたところもいつの日か知らない街になっていた。ときめきはいつでも消えるもの、悲しみはいつしか通り過ぎるもの、出会いはいつでも偶然で、夢の
つでも束の間に消えるもの金尾四郎風の中で立てっていう曲をお届けしました。今年最後の風の中で立てになりましたけどですね、風の中で立てますでしょうかというね言ってたらね諸岡賢治がね、うん、諸賢が、うん、金尾さん立てないよ俺っていう風今日強すぎちゃってみたいな言われましたけどもですね、今日のゲストですね森かおるさんでございますが、年末年始はどんな感じになりますか。今日がでも今日もう29日ですね。そうですよね、はい、これでここにや歌って東京で、はいはい、それで30日は大阪でライブ、そうなんですか、はい、31日が神戸でライブ、で1日はさすがになくて2日が、うん、もう始まるんですよこれね、はいはい、2日が大阪で、はいはい、あの1曲だけですけど釜ヶ崎で、うんうん、歌って、はい、あそうですか、はい、それで、名古屋戻ってこれが始まるっていうことですね。はい、愛の歌よ、溶けてゆけっていうね、はい。これが始まるわけですけども。森かおるさん、お体に気をつけてね、はい、頑張っていただきたいと思います。はい、今日ね、あれですか、関西の神様とか知ってる？よう知ってますよ。本当？はい。投げ銭御殿にも何回か泊まってます。あ、そうなんだ、はい。僕も行ったことないのによくできたね、みたいな。いや、ここのね、番組も何回か。来てるんですか？そう、来てます、来てますよ。はいはいはい、それで、いろいろ、ね、お話、ね。西山さんの紹介ですね。あ、そうですか、そうですか。西山哲夫さんが、まあ、はい、割ともう、初期の頃からこの、番組にね、お越しいただいてて。はい、僕も、ぷかぷかで、うんそのこの番組の西浜さん編をみんなで見ましたね。あ、そうでしたか。はい、YouTube で上がってる。はい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 、はい、ああそうですか。はい、西浜さん来たらねもういきなり僕のギターを削り始めますから。やっぱりね。あの人もギタードクターだから。ものすごく詳しくて。で、だんだん良くなってきたじゃないとか言われて。でこうわかります？そう、ちょっとあんまりよくわかんない。あまた削られたみたいなね。でもね楽しみですよね。いろんなことを教えていただけて、うん、僕もこれの新品の時に、うん、すぐにこれを抜かれて、そうでしょ、うん、これをさとか、うん、まず切るといいんだよとか言って、うん、こう切るのが、うん、ペンチ持ってきてバシッてやって、うん、一本割ってくださいましたけど、うん、割れちゃうごめんとか言って、楽しかったですね、はい、僕も切ってますよ全部、あ常に切るといいらしい、何でいいんだろう、響きがいいんじゃない、あで弦とかをね解放してあげるんだって言ってここを削るのよね、ほうここを、ね、ギリギリにしとけってね、そうそうそう、受けをね、そうすると解放されるんだって、うん、そうなんかね、うん、そう西山さん深いよやっぱり深いね、そうそう、本当いろんな方がねいろんなことを教えていただいてね、うん、こうやって音楽魂 やらせてもらってますけども、本当に今年1年お世話になりました。高橋誠さんもありがとうございます。ありがとうございました、ね、こちらこそ、また、うん、もう終わるわけじゃないですけど、ね、もう時間の直ってかったね、結構すぐ経っちゃいます ね、もう1時間あっという間ですよね、最初15分だったんですよ、15分がね長いと思ってたから、僕喋るのものすごく苦手なんで、そうは見えない、いやいや基本的にあんまり好きじゃないんですけど、そのすごくね、でもね、はい、歌ってるとすぐじゃないですか、はい、だから歌いに来てると思えば、ね、最初一人だったので、はい、一人で立ったり座ったりって、はい、声がでかいから、はいはい、割れるって言われて、ああ離れたんですね、そうそう、ね、立ってだってまずこう立って、はい、
あの歌うじゃないですか、はいはい、わーって歌って座って、はい、はい、こんにちは、金尾城ですっていう、あそれもう立ったり座ったりしてたんですね。いろいろ工夫してましたけどもね。そうなんだ。一人で、どうですかラジオは。ラジオね、ラジオやればいいじゃないですか。いやドキドキして終わっちゃいそうな気がしますね。一人で。いやいや絶対あのね、はい、アナウンサーじゃないんだから、はいはい、きっちり滑舌よくね、はい、もう滑舌が言えないからね僕ね。それよく必要ないし、でも、うん、パーソナルとしてはね、はい、森さんとか面白いよね。面白いと思いますよ、ね、ね、吉田よし子さんも僕勧めてんだけど、あほんわかした、ね、でももう僕がイライラする性格だから、イライラしててよし子さん電話するじゃないですか、はいはい、あら金尾さんお元気って言われてガクッとくるもんね。あのトーンでね、はい、うん、なんかねそういう感じがありますけども、まあ僕もいつまでねできるかわからないけども、できるだけね、はい、やっぱり応援してくださる人がいる限りはですね、はい、やらせていただきたい、また僕もすぐお邪魔したいと思います。ぜひぜひ来てくださいよ、はい、どっかまた こっちに来られることがあればね、はいはい、ご連絡します、ね、はい、ご連絡します。今日はどちらですかライブは。今日はですね東京吉祥寺、吉祥寺、あ今日の宣伝してくださいよ、はい、あ今日はね、うん、ダメ入れない、クローズド。あ、そうなんだ。ソールドアウトなの。いや、クローズド。要するに、もう、会に呼んでもらう感じですね。なるほど。あ、そういうことなんですか。そういうことですね。はいはいはい。まあ、忘年会に呼んでもらうにしちゃ全部歌なんですけど、うん、まあ、ライブをそういう人たちで聴いてもらうという。あ、そうなんだ。たまたま沖縄で会った人は東京歌いに来て、お客さん連れてくるからっていうのがもう、そうなんだ。もう、3年続いてますかね。それ一番いい ね、 ね、いいパターン、うん、それいいパターンですね、うん、営業っていうわけでもない営業じゃなくてこう、ね、ね、うん、いいですよね。ただその方のご都合だから、うん、いつ終わりになるかわからないし、うん、延々とやるかもしれない、うん、ないし、とりあえず時期が来ると、うん、この頃東京行きますけどどうですか、うん、それは年に2回あるんですよ、あ、そういうのも増えてくるといいんだね、はい、僕ほら友達少ないから、ああないよね、なかなかもう言えなくなっちゃったじゃないですか。いや、 いやでもね、はい、最近あるんだけど はい、割と老人ホームとかそういうとこがね、はい、ああ割とねそういう可愛がっていただいてますけどね、先輩方にね、うん、大先輩ですよね。大先輩、104歳の人の前で歌いますからね。ああ104歳、うん、いいですね。いいですよ、うん、一緒にね、はい、77温度みたいなのやってくれるんですよね。じゃあ森さんのね歌を最後に今日 ね、はい、お別れいたしましょうか、はい、最後の曲はどうしましょうか、ね、どうしようかな、これなしで、なしで、うん、これで、はい、平和の匂い、平和の匂い、あちょっと待ってくださいね、これセッティングしましょう、はい、これ歌にした方がいいです、はい、じゃあこっちをギターで、はい、これを歌、はい、はい、というね、こうセッティングをしながらこうやって、はい、はい、大体こんな感じですかね、はい、森かおるさんですけども、はい、最後の歌はこれは何という平和の匂いっていう、ね、平和の匂い、タイトルです。テーマはカレー、あカレーね、カレー大好きなんですよ。そう出たか。平和の匂いっていうのはちょっと重いかなとか思った。カレーになっちゃうね。カレーの歌なんですよ。いきますか。はい、じゃあ行ってみたいと思います。ワン、ツー、スリー、フォー。カレーだよって母ちゃんの声ずっと匂ってるし分かってるさ、それでもわーいカレーだって言ってしまうような、それがカレーの美味しさ。カレーが一番だぜ、そう誰もが自慢をする、比べてみたってわかんないさ、それがカレーの
美味しさ。信じて選んだ人たちが平気で嘘をつく。この国でパンドラの箱が開いたまま破滅の風が吹く。この国で今日もカレーの匂いがする。帰る人の待つ人の笑顔が見えるようだ。ああどこからかカレーの匂いがする。人よ街よかけがえのないものよ。味を忘れんどいてくれ。本当に守りたいものは一体なんだ。自分でついた嘘に騙されんどいてくれ。本当に大切なものは一体なんだ。帰る人の待つ人の笑顔が見えるようだ。ああどこからかカレーの匂いがする。人よ街よかけがえのないものよ。ああ今日もカレーの匂いがする。帰る人の待つ人の笑顔が見えるようだ。ああどこからかカレーの匂いがする。人よ街よかけがえのないものよ。ということでね、あっという間に時間来てしまいました、今年もお世話になりました。また来年よろしくお願いいたします。はい、来年、1月5日のゲスト、ショーゴン・オブ・ザ・ブルース、菊田俊介さんです、お楽しみください。森川さんありがとうございました。高橋真子さんありがとうございました。松井俊介さんありがとうございました。菊さんも1年間ありがとうございました。皆さんお疲れ様でした。 See you next time。 あたりを尽くす雪か
しい。あの人は